アルセニー・ヤツェニュークは、ウクライナの政治家、経済学者、弁護士、同国元首相。2014年に起きたウクライナ政変によって、ヤヌコービチ政権が崩壊し、オレクサンドル・トゥルチノフ大統領代行が就任。同時に首相に就任した。2014年3月には、人民戦戦闘を結成し党首となった。ソビエト連邦ウクライナ共和国。 チェルニウチイ収集とのチェルニウチイにて誕生。ウクライナでは少数派のウクライナ東方カトリック協会を進行。チェルニウチイ大学とケーフ国立貿易経済大学を卒業。その後、銀行に勤務。2003年には28歳の若さでウクライナ国立銀行副総裁に就任。親欧米派のビクトル・ユシチェンコ大統領のもと、2005年に経済大臣、 2007年に外務大臣、2007年から2008年にかけて、ウクライナ最高議会の議長を務めた。2010年には2010年、ウクライナ大統領選挙に出馬。2014年に、ミコラー・ーザルフの公認として首相になり、反ロ、親欧米路線を推し進めた。しかし、経済低迷、腐敗や汚職、ウクライナ内戦等の諸問題への対応が遅れた、ことで、 親欧米路線内での対立が激化し、ペトロポロシェンコ大統領との関係が悪化。支持率低迷から2016年4月10日に辞任を表明した。ありがとうございます。